山形県尾花沢、大正ロマンが漂う銀山温泉、源泉そのままの足湯、湯煙と川のせせらぎが旅情をかきたてる。銀山温泉名物の亀まんじゅう、ここでしか買えないらしい。川を挟むかのようにレトロな建物が風情を醸し出している。雪景色が素晴らしい。もちろん季節ごとに景観が楽しめる。これも名物、人気のカレーパン。冬景色の銀山温泉はまさに秘境。東北ならではの風格がある。山形の温泉地では地元の食材にこだわった朝ごはんに力を入れている。楽しみの一つである。天童といえば温泉と将棋駒。将棋の駒は全国の生産量の大部分を占めている。職人によるその伝統的な技は実に見事だ。国の伝統的工芸品指定を受けている。天童温泉、山形県の中央部にあり、県内周遊観光の宿泊地として多くの人が訪れる。展望露天風呂、出羽の山々を望みながら疲れを癒す。こちらも朝食はうまい山形のお米を生かしたメニュー。赤しそと天童温泉から作った塩のふりかけ、ご縁が自慢だ。長井にある総宮神社、伊達政宗の時代に長井の神霊をすべて合祀し、長井荘総鎮守として神号を総宮と称した。総宮神社は1200年を数える歴史のある県内屈指の大社です。長井市の治水を願って建てられた水の神様です。940年の歴史のある黒獅子舞の源流でもあり、年間数多くの参拝をいただいております。ぜひ悠久のそして伝説の宮、総宮神社にご参拝をいただければと存じます。神社宝物館には貴重な獅子頭や鬼面、大型絵馬などが展示されている。長井にある文教の森丸大扇屋、300年前から呉服商を代々営んできた商家である。幕末から大正に至る
商家の暮らしが大切に保存されている。米沢に上杉謙信公が祀られている上杉神社がある。旧米沢城本丸の奥御殿跡に建てられている。ここはですね、上杉謙信公を祀ってあります上杉神社ですね。上杉の歴史は大変古くてですね、今から800年ぐらい前、1189年に永井時広がこの辺に館を築いたのが最初だと言われております。上杉神社のすぐ近くにある伝国の森。上杉博物館には数千に及ぶ上杉氏ゆかりの貴重な品々や国宝が収蔵されている。その歴史と文化を中心に江戸時代の置賜米沢を知ることができる。福島県土湯温泉、歴史と伝統が息づく湯の里だ。土湯温泉は聖徳太子の家臣の旗の川勝が富士の山を直したという、昔からの歴史を持っている温泉場ですが、一番の特徴は土湯こけしというこけしがありまして、東北で三大発祥地の一つと言われています。土温泉のそのこけしと山里の温泉というのが土温泉の一番の特徴だと思います。大師堂よりさらに石段を上がると薬師こけし堂がある。土湯はこけしの里、日本三大こけしの一つでもある。始祖と言われる惟喬親王と薬師如来、土湯こけしが奉られている。土湯のこけしの特徴ですけど、まず縞模様、ろくろ模様と言います。それと頭に輪っかがついてるんですね、蛇の目という。そんで目は上と下を描いてクジラ目、あともう一つ大事な特徴というのは首がキュッキュッキュッとこうなるんですね。このキュッキュッキュッってなるのは土湯と鳴子だけです。土湯名物ちぎりこんにゃく、熱々で食べると美味しい。会津若松、鶴ヶ城から望む磐梯山。難攻不落の名城と歌われる鶴ヶ城、風格に満ち溢れている。会津地方には多くの伝統工芸品がある。郷土玩具の赤べこ、七転び八起きの縁起物起き上がりこぼし、色鮮やかな絵ろうそく。毎年2月には会津絵ろうそく祭りが行われる。
山が深く、生地の材料となる樹木や漆が豊富に採れる環境と湿潤な気候風土が育ててきた会津漆器。優雅さと鮮やかな彩りが特徴である。下郷にある会津の秘湯湯の神温泉。数々の伝説と夢が残る温泉郷だ。東北の旅は心にしみる。